三民主義とは、1906年に孫文が発表した中国革命の基本理論であり、また後にまとめられて出版された理論書である。これは、中国国民党の基本綱領として採用され、中華民国憲法にその趣旨が記載されている。1905年に中国同盟会が創設された時に、脱トリコの駆除、中華の回復、民国の混流、知見の平均の、 四綱が公領として採択され、孫文はこれを民族、民権、民政の三大主義と位置づけた。そして1906年に四綱を三民主義へと改めた。1924年1月から8月まで、孫文は16回にわたって三民主義の講演を行い、民政主義の部分が孫文の病死によって未完のままに終わったが、講演内容は 三民主義にまとめられ出版された。孫文は三民主義が民族主義、民権主義、民政主義の三つから成り立つと述べた。そして、これが中国の国際的地位や国内的地位の平等化を可能とする旧国主義でもあると主張している。民族主義は満州族である西王朝を打倒して民族の独立を目指すことを意味し、侵害革命、国境合作を経て、 欧米列強の帝国主義による繁殖民地状態からの脱出と、漢民族と少数民族の平等を意味する後、俗共和へと発展する。国家の団結を確立することが民族主義であり、これは国族主義でもある。民権主義は主権在民で五権憲法による民主主義を達成した共和国設立を意味する。五権とは、司法、立法、行政の三権に、 管理の採用システムたる、講師と管理の観察システムたる、観察の2件を加えたものである。民権主義の意義とは、このような政府の権限を人民が、選挙権、非免権、はじめ政権、復欠権の4つの民権で人民は政治を適切に管理することにある。民政主義は、経済的な不平等を改善し、国家主導で近代化と、 社会福祉を充実させることを意味して、地権平均を原則に掲げて、大土地所有や私的独占資本を制限して、農民への土地の再分配を強調した。その解決のためには、土地問題への取り組みや国家資本による産業育成、そして人民への利益配分が必要であると論じる。ありがとうございます。